ソロモン諸島の首相であるアラン・ケマケザと日本国の内閣総理大臣である小泉純一郎ここでは日本とソロモン諸島の関係について述べる。第二次世界大戦ではガダルカナル島などが日本軍と連合軍の間の戦場となったが1978年のソロモン諸島の独立及び日本との国交樹立以降は両国の間で 友好的な関係が保たれている。世界遺産東レンネル1568年、メラネシア系の住民が平和に暮らしていた諸島に、スペイン人探検家のアルバロデ・メンダー・ャデネーラが来航。ガダルカナル島で砂金を発見して、古代イスラエルのソロモン王の財宝伝説にちなんで、ソロモン諸島と名付けた。1893年、イギリスが、 ガダルカナル島を含む南ソロモン諸島の領有を宣言。1900年、イギリスがドイツ帝国領であった北ソロモン諸島を取得したことにより南北ソロモン諸島が統一された。1942年8月21日海岸部で包囲殲滅された一騎死体1942年5月3日、日本軍が当時のソロモン諸島の首都津ラギ島に上陸して、 占領したが、これが、初めての本格的な日本と、ソロモン諸島の接触となった。同年7月6日、日本軍がガダルカナル島に上陸を開始。統治者であるイギリスの抵抗や援軍はほぼ皆無に、等しく強師防観の様相を呈していたが、イギリスとは、対照的に、イギリスの同盟国アメリカの対応は迅速で、早くも1ヶ月後の8月7日には、犯行があり、 米第一海兵士団によって日本軍は滑走路を建設したばかりのルンガ飛行場を脱取される。それから半年近くにわたって日本軍はルンガ飛行場を取り戻すために何度も兵力を送り込んだがいずれも走行せず帰り討ちに遭う結果に終わった。8月24日に第二次ソロモン海戦で日本軍が空母流場を沈没させられるなどの敗北を喫してからは 正海権と兵団の維持がままならなくなり、食料、医薬品、弾薬などの物資全般が不足し始めた。11月中旬に戦われた第3次、ソロモン海戦で日本軍が戦艦比叡と霧島を沈められて、正海権を失ってからは、いよいよ外部からの補給がほぼ完全に途絶えて合死者が続出するようになり、ガトーというあだ名で呼ばれるようになった。 壊滅した第二師団1943年2月、日本軍がガダルカナル島から撤退、投入兵力の約3万人のうち1病死者を約2万人も出すという無残な大敗で終わった。同年10月、ソロモン諸島のベララベラ島からも日本軍が撤退。これにより、ソロモン諸島全土から日本軍が駆逐されたことになる。その後、ソロモン諸島には、 米軍が駐留を続けたが、日本軍は一度もソロモン諸島を奪回できずに、敗戦を迎えた。かつてのルンガ飛行場は、現在、ホニアラ国際空港となっている1950年5月25日、戦時中からずっとソロモン諸島に駐留していた米軍が撤退。連合軍占領時代の1946年9月4日、第88回帝国議会会員式で、 昭和天皇が、人は終戦に伴い不育多の感覚を克服し、国体の成果を発揮して、真理を世界に指揮平和国家を確立して、人類の文化に気をせむことを、危機との直後を可視し,し、平和国家として再出発することを宣言。平和国家宣言は単なる昭和天皇の意見改陣にとどまらず、同年11月3日の日本国憲法交付。 翌1947年5月3日の憲法施行という形で法的に明文化された。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約の発行により日本国が独立したが、当時ソロモン諸島を領有していたイギリスも同条約締結国のうちの一国であり、イギリスを経由する形で日本とソロモン諸島の外交関係が回復した。 1965年10月24日、安国神社慰霊祭参列者2800人により、全国第17軍ソロ門会が設立される。第17軍とは、ガダルカナル島やブーゲンウィル島で奮戦した帝国陸軍の軍のことで、終戦時の司令官は、神田正利中将であった。神田中将は、全国第17軍ソロ門会の初代会長に就任し、 戦没者の慰霊事業や遺骨収集に尽力した。1976年4月、武田恒義がガダルカナル島を慰霊訪問し、かつては敵であったソロモン諸島側の占友会の手により現地で参下した日本軍の将兵の五霊を祀る島が混流されていることを目の当たりにして、ソロモン諸島占友会会長、ウィリアム・ベネットを訪問。 敵味方に分かれて戦ったという立場を超えた、日本軍の将兵への異例に対して提唱に感謝して、お互い、全体平洋の永遠の平和と繁栄を祈りたいとの、決意で見解を一致させた。1977年10月、近い将来に独立が予定されていたソロモン諸島で、後に、初代首相となるピーター・ケニローリアが訪日し、1年半、 前に現地を訪問した武田常義の案内で福田武夫総理と会談、日本とソロモン諸島がかつての敵味方という立場を超えて戦没した犠牲者すべてを合致するという権利ローリア首相候補の提案に対して福田は全面的な賛意を表明した。アウステンさんの山麓にあるソロモン平和慰霊公園の慰霊碑1978年7月7日、英国王を 名目上の君主としていただき総督が統治する英連邦王国としてソロモン諸島が独立した。これを受けて日本は直ちに独立を承認、両国の間で国交が樹立された。1980年2月、在パプアニューギニア日本国大使館が在ソロモン諸島日本国大使館を兼かつ。1980年10月、体制建設の工事によって、 ガダルカナル島アウステンスさんの山麓にソロモン平和慰霊公園が完成。設計者は河野隆及び高村秀也、総工費は約1億7000万円であった。同月25日、昭和天皇と皇順皇后から同公園の落成を記念して南太平洋戦没者慰霊島の除幕並びに追悼式に教科が送られた。1980年11月、 日本の臨時大理大使が、ソロモン諸島の首都ホニアラに常駐を開始。二度の訪日経験があるジョージ・レピン総督1989年1月、昭和天皇が崩御。翌2月に、昭和天皇の葬儀である大葬のお礼が取り行われ、ソロモン諸島からは、ジョージ・レピン総督夫妻及び、ベロ副官が参列した。1990年3月、 在京ソロモン諸島名誉領事館が開設される。同1990年、天皇の即位の礼が取り行われ、11月に行われた品格を招く共演の議には、レピン総督夫妻が参列した。福岡ホニアラ会による、川口市隊の英霊3179柱の鎮魂九1993年、大戦中に戦死を遂げた、 旧日本軍福岡不評第124連隊、所属の植村清志尉の息子である植村誠一郎が、暴富や戦友が所属していた第124連隊の遺族と共に福岡ニに荒カへを結成する。植村はたびたびガダルカナルを訪問して戦没者の遺骨収集や異例活動に従事したが、当初70名で行っていた遺骨収集の参加者は、 会員の高齢化とともに次第に少なくなり、20回目となる2005年夏の慰霊の旅に参加した者はわずか3名であった。その後、福岡ホニャラ会は会員の高齢化に伴って活動を休止し、上村自身も2010年に78歳で他界する。2011年11月17日、老朽化していたソロモン平和慰霊公園の再整備完了に伴い、 同公園で再整備完成記念追悼式が開かれた。追悼式では、天皇、皇后、黒葉孝一郎外務大臣及び小宮山陽子厚生、労働大臣から教科が贈られ、岩梨明臨時代理大使の代読による、野田義彦総理からの追悼の辞と、公益財団法人太平洋戦争戦没者、異例協会代表理事秋上げ一の式辞が読まれた。 2016年1月、ガダルカナル島に初めて、在ソロモン諸島に本国大使館が開設され、同年4月より、特命全権大使がホニアラ上中を開始。ありがとうございます。